イスラム組織ハマスに拉致され、その後解放されたフィリピン人の男性が帰国し、家族との再会を果たしました。トイレットペーパーを食べて空腹をしのいでいたということです。18日、人質だったジミー・パチェコさんがフィリピンの空港に到着すると、家族が駆けつけ抱き合いました。パチェコさんはイスラエルで介護の仕事をしていましたが、ハマスにおよそ1ヶ月半もの間拉致され、先月24日に解放されました。拉致されていた時の状況について、パチェコさんは以前、支援団体のインタビューに、1日にパン半分しかもらえなかったと語っています。空腹をしのぐため、トイレに行く際に与えられるトイレットペーパーを使わず、ポケットに入れておき、湿ったトンネルの壁で濡らして食べていたということです。パチェコさんは家族を養うため、近くイスラエルに戻り、仕事を再開したいとしています。